ラグパティ・ベンカヤー・ナイドは、インドの映画制作者、デルグコ映画の父として、広く知られている。ナイドは、インド映画におけるサイレント映画とトーキー映画のパイオニアであり、1909年に映画業界の道に進んで以来インド映画史における、様々な局面に関わってきた。マドラスに、初めて映画館を建設し、所有者となった。彼の功績を称え、 デルグ語映画の関係者を表彰する特別功労賞としてラグパティ・ベンカイアー賞が創設された。陸軍将校、スベダール・アッパイアー・ナイドの次男として現在のアーンドラ・プラデーシュ州マチリー・パトナムに生まれる。兄のラグパティ・ベンカター・ラトナム・ナイドは教育者、社会活動家として知られている。彼の先祖はイギリス東インド会社の軍司令官を務め、 マドラス軍テラが連隊に所属していた。18歳の時にマドラスに移住し、絵や彫刻を制作して芸術活動を始める。その後、ナイドゥは写真技術を身につけ、写真スタジオを開設した。1909年に音楽と同時に映像を動作できるプロジェクター、黒のメガフォンをイギリスから取り寄せる。黒のメガフォンの代金3万ルピーを支払うために、ナイドゥは 写真スタジオを貸し出して、代金を集めた。彼は、クロノメガホンを使い短編映画を制作し、1910年に、ビクトリア公会堂で、上映会を行った。映画は好評となり、バンガロール・ビジャ・ヤワーダ・スリランカ・ラングーン・バゴーをめぐり、上映会を開催した。1910年に上映会を開催するための、施設を作り、1912年には、マドラスに、 初の常設映画劇場、ゲーティ・トーキーズを建設して、オーナーとなる。その後、クラウンシアターとクローブシアターをマドラスに建設し、これらの劇場では、ザミリオン・ダラー・ミステリー、ミステリーズ・オブ・メーラ、クラッチング・ハンド、メイキン、ラジャー、エス・キャスケット、ピロール・フィッシュ、グレート・ワードなどのアメリカ合衆国の映画やイギリスの映画も上映された。1919 19年に、 映画制作会社スター・オブ・イースト・フィルムを設立する。ナイドは長編映画制作を目指し、息子ラグ・パティ・スーリア・プラカーシュ・ナイドをロンドンに派遣し、映画制作の技術を学ばせた。スーリア・プラカーシュは1923年にアメリカ人映画監督セシル・ビー・デ・ミルの下で映画制作に加わり、彼の映画制作の手法を学んだ。ナイドはインドに戻ったスーリア・プラカーシュと共に、 長編映画、ミーナークシカリアーナムを制作し、二人は、ゲジェンドラ・マグジュム、マスアーバタラム、ノンダーナーなどを制作した後、1921年に、初のテルグ・ゴ・サイレント映画、ビッシュ・マ・プラティグナを制作した。また、新たな映画制作会社ギャランティ・ピクチャーズ、コーポレーションを設立して、ディサーバターラム、コベラムを制作するが、これらの作品は、工業的に失敗し、 ナイルは莫大な負債を抱えることになった。1929年に会社の全権利をスーリーやプラカーシュに譲り映画制作から引退し、1941年に死去した。ありがとうございます。